ひろゆきさんは幽霊を信じますか。あ、この人賢いね。あの120円ってコメント書けないんですよ。なのであの名前だけ120円っていう表示になるんですけど、名前の欄にコメントを書くっていうので120円で質問するというテクニックを編み出したこの人は結構賢いと思う。で、僕はね、幽霊信じないというか、いないというので大体説明はつくと思ってるんですけど、たまに説明つかない事態があって、で果たしてどうなのかなって思ってたりはします。53歳地方公務員上級職括弧引率、40歳まで同期最速昇格、手術入院休職後高卒初級職職場へ 昇格も止まる、子供大学1名中学2名幹部から団体再就職で収入見込んでいたが800万で同期の半分以下、定年後初級職業業務再就職300万勤務つらい、今再手術入院休職中、年金前に早期退職したいが学費老後不安、どう対処。この人の文章の漢字の割合高すぎてすごいここまで漢字の割合が高い日本語を書くのって相当な能力ですよね多分もともとだから頭のいい人だと思うんですけど、多分ちょっとあの神経細いところがあってこうなっちゃったと思うんですよね。あのね、点の代わりにカンマを入れて文字数を減らしたりとか、かなり遂行して詰め込んでるんですよね。なのでね、パズル得意だと思うんですけど、もうちょっと余裕を持って暮らした方がいいと思いますよ。で、別に800万でも、無駄遣いしなければ子供を大学に送り込むくらい全然できるので、余裕を持って暮らさないとまた体壊しちゃいますよ。なのでなんとかなるっていう余裕を持った方がいいんじゃないかなと思います。頭の悪い人ほど自分が抱える問題を理解できず漠然とした他へどう行動していいか分からず結果暴走するように思うんですけど、そういう人はどのように満足させればいいんでしょうか。どうすれば頭のいい人の足を引っ張らないようになるんでしょうか。無理じゃない。だって頭が悪いんだもん要はなんだろうな、例えば自分が頭が悪いからこれを分からないから他の人に任せようって考えられる人って、それだけである程度頭いいと思うんだよね。頭の悪い人って自分が頭が悪いっていう自覚すらないから、その賢者は歴史から学び、愚者は経験から学ぶっていうのがあると思うんですけど、要は歴史から学ぶっていうのは誰かがやったものとかを、あ、こういうことがあるんだっていうのをその知識として利用できるんですよ。でも頭の悪い人ってその知識とか他人のやった結果っていうのが理解できないので、自分が経験したものでしか判断できないんですよ。なので愚者は経験から学ぶってことになっちゃうんですけど。